はい、こんにちは、レトスの小野です。6月28日の3問に入る前にご連絡をいたします。短期集中実力アップ講座の値上げまであと2日となりました。短期講座では法律知識ゼロからたった3ヶ月で合格した方もいらっしゃいます。もしあなたが少しでも勉強したことがあるというのであれば、その方よりも一歩も二歩も前にいます。つまり今からでも逆転合格は十分可能です。逆転合格するためには効率よく、また要領よく勉強することが重要となってきます。効率よく要領よく勉強するっていうのは、覚えるべき部分は覚えて、理解すべき部分は理解する、この2つをきっちりやっていくことが重要なんですね。多くの方が覚えるだけでいいのに理解しようとしたり、また逆に理解しなければいけないのに覚えるだけにしたり、このように非効率な勉強になってしまうんですね。これやっちゃうと一向に点数伸びません。そして弊社の短期集中実力アップ講座では、問題集を進めるだけで1番と2番ができるように解説を作っております。つまり覚えるべき部分と理解すべき部分を自分自身で考える必要はないんですね。だからこそたった3ヶ月で一発合格していただいたんです。今からでも大丈夫です。本気で今年の合格を目指している方はお待ちしております。短期集中実力アップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。それでは本日の3問に入っていきます。 A から委任を受けた代理人 B が A の許諾及び氏名に基づき C を副代理人として選任したときは、 B は C の不誠実さを見抜けなかったことについて社会通念に照らして責めに帰することができる事由であった場合、 A に対し責任を負う、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは丸ですね。副代理人 C の不注意などによって本人 A に損害を与えてしまった場合、代理人 B が A に対して責任を負いますかっていうのが、まあ、質問内容なんですね。で、この場合っていうのは債務不履行のルールに従って処理します。つまり代理人 B に社会通念に照らして責めに帰することができる事由があった場合、これ言い換えると過失があった場合なんですね。ここがちょっと改正点で難しくなったっていうのか、ややこしくなった部分なんですけれども、社会通念に照らしてっていう文言が、まあ、追加されてるんですよ。ただ、まあ、これについてはですね、もう無視していただいて構いません。ここの後ですね、まあ、これは改正前も一緒なんですけども、責めに帰することができる、これは過失があるってことなんですね。ここで判断してください。もうここはね、読まなくても大丈夫です。飛ばしていただいても大丈夫です。社会通念に照らしてっていうのはね、気にせずに、こっちが重要ですね。責めに帰することができる自由、まあ、これ帰責自由っていう言い方するんですけども、言い換えたら帰責自由があるイコール過失がある、帰責自由がないイコール過失がないというふうに、考えていただいた方のが分かりやすいと思います。まあ、つまり過失があった場合っていうのは本人に対して責任を負うよと、代理人 B は本人に対して責任を負うよ、過失がないのであれば代理人は本人 A に対して責任を負わないよっていうふうに考えていただくと分かりやすいです。そうするとこの問題文見ると B は過失があったって書いてあるんですね。まあ、過失があったっていうふうに直接的には書いてないけれども、ここ責めに帰することができる自由、これは過失があったってことですよね。したがって B は A に対して責任を負うということになります。よって丸ですね。で、今回改正前の話はしてないんですけども、改正前の話っていうのはもう全然考えなくても大丈夫です。もしね、頭に入っている方は忘れていただいて、こっちを覚えてください。ただこの問題、解けない方が意外と多かったんですよ。改正前の問題っていうのは。だから、おそらく覚え直しをするというよりも、これを初めて勉強するイメージで、まあ覚えていただくという方が多いんじゃないのかなと思います。で、問2ですね。営業保証金の還付が行われ、高県知事から営業保証金の不足額を供託する旨の通知を受けた場合、A は通知を受けた日から1週間以内に供託し、供託した日から2週間以内に高県知事に届け出をした場合、宅建業法違反となる丸か×かという問題です。で、答えは、これは宅建業法違反になりませんので×ですね。営業保証金の不足額は免許経営者から供託すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に供託し、供託した日から2週間以内にその旨を免許経営者に届け出なければなりません。で、今回の問題っていうのは1週間以内に供託しているので、これ宅建業法違反にならないんですね。
これ単に数字を覚えている方っていうのは、これ2週間だから誤りって思った方もいると思うんですよ。つまり問題文は1週間になっているから誤りだってことですよね。そのやり方をしていると、まあ、今回はね、×と答えられたかもしれないんですけれども、いろんな問題出された時に引っかかっちゃいますよ。単に数字を覚えているだけだと。今回ルールとしては2週間以内に供託しなさいっていう話で、今回1週間以内に供託したから違反にはならないって話なんですよ。そこちゃんと理解してほしいんですよ。そこを理解してない方が意外と多いんです。単に2週間じゃなくて1週間になっているから×だって答えている人って意外と多いんですけども、それやっちゃうとこの問題は正解しても違った問題で引っかかっちゃいます。しっかり流れをですね、頭に入れておくってことが理解学習なんですね。まあ、細かいことを個別で覚えるんじゃなくて、流れ、ストーリーとして覚えていく。で、これが重要なんですね。で、何を覚えるかよりも、どのように勉強していくかの方が、ずっと重要なんですね。なので、短期講座では、まあ、そういった内容をお伝えをしております。まあ、今回の完封の流れについても動画でですね、お伝えしておりますので、短期講座の受講者様は、受講者専用のメルマガから内容をご確認ください。では、問3です。都市計画を決定しようとする旨の広告があったときは、関係市町村長の住民及び利害関係人は、〇〇の縦覧期間の満了の日までに、都道府県作成の案については都道府県、市町村作成の案については市町村に意見書を提出することができます。この〇〇に入る期間を答えよという問題です。これは縦覧期間の問題ですね。縦覧期間はどれだけの期間あるかって話です。都市計画を実現するためには住民の意見を聞かないといけません。そのための期間が2週間だという話なんですね。これはもうこのまま覚えていただいて大丈夫です。で、初めにもお伝えをした通り、短期集中実力アップ講座、値上げまであと2日となりました。効率的な勉強ができれば今からでもまだ間に合います。もう来年勉強したくない、今年で終わりにしたいという方は、動画の下の概要欄から短期講座の内容をご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。